バトロワとレイドの石を回収するためにステップ3まで引きます。まあ石調整なんでね、これは出ればラッキー程度ですね。ドラゴンボールワンチャン歩くないか。腹パン決めていきまして、ちょっと今朝撮ってるんでね、ブルーすごくねえか。3連でブルーはなかなか見ない。さあ頼むよ。うん、え、今スキップ押しちゃった、間違えて。ちょっと待って、スキップ手で隠してたらさ、もう今間違えて押しちゃったよ。楽しみなくなっちゃったけど、まあいいや。さあステップ2、赤、え、ポット5個、やったやった。え、マジか。ステップ2でトランクス来ちゃった。よし、誰でもいいよ、新キャラ使ってみた、取れるんで。おお、はっちゃんか。はっちゃん許さない。はっちゃん許さない。よし、めちゃめちゃ嬉しい。どうもポンシラです。今回は冒頭でもあったように、なんと新キャラのはっちゃんをゲットしたということで使っていこうと思います。このキャラは特殊でカバチェン無効と泥足2段階がつきますし、カバチェンでのバニ奪いと、さらにはメインでバニ回復もあるということで、結構優秀な能力を持ってるんですよね。パーティーはこんな感じの劇場版ですね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは人造ですね。これはピッコロさんの色が刺さってるんで、この3体でいきましょうか。さあよろしくお願いします。離れましょう。回避みたいよ。射撃は総裁していきまして、通常で抑えておいてワンチャン特殊、切ってこないか。桜かぶせてロッキー。さあコンボ取れたんで、どうしようかな、ハッチャンで殴りましょうかね。特殊持ってきて、場に出た時に特殊を持ってくるんで、めちゃめちゃ優秀。さあ泥足2段階なんで、めちゃめちゃ繋がるはず。もう1枚持ってこれる、いいよ。さあガンマが出てくる、ガンマじゃない、おじさんが出てくる。クリカタクから打撃まで打っちゃいましょう。オッケー、コンボ取れたんですが、圧がないな。圧引ける、いいね。めちゃめちゃ圧持ってくる。びっくり見えない、跳ねましょうか。これ最速取れたらめっちゃでかいけどな。通常で抑えておいて、ちょおー、キャラチェンメインでいいでしょう。特殊も切っちゃいましょうか。さあ味方のサポートを入れていきまして、回避見て射撃、遅い回避なんで必殺でいいでしょう。オッケーオッケー。さあこれライジングかぶせれればもうめちゃめちゃでかいんですが、いて、おーよ、びっくり見えないか。一回ゴジブル君出しましょうかね。ちょラグいぞ、危ね、うわ受けようか。さあ湯逃げたまる、打撃上がりしていきまして、オッケー、いいぞ、調子いいよ。ちょ待って、オッケー、おじさん出てこなかった。さあ射撃打って、はっちゃんでもう一回特殊積んで殴っていきましょうか。頑張れ。まあ悪くないダメージだな。とりあえず必殺で、お、ガンマが出てくる。こいつにライジングを直当てしたい。ちょ、これはガンマの回復が強い。ワンチャン射撃撃ってこんかな、お願い。痛い、ちょ体でかすぎて見えない、ガンマの動きが見えないぞ。回避見て圧いきまして、即圧新しすぎないか、それはガンマで即圧。回避も聞かれちゃったけど、タクルかぶせて、すごい強気、さっきからちょ、そしてラグいんだよな。どうしようかな、ハッちゃんもうあれがないんですよね。いやこれ打っていいな。とりあえずおじさん落としましょうか。さあ有利属性でおじさん落とせたんで、めちゃめちゃいい感じ。どうしようかな、打撃キャン触れんかった。いいねいいね、そういうお相手さん好きだよ。さあ射撃打って、あんま効いてなくね。ハッちゃんもうちょっと頑張って、外して射撃打ちましょうか。場に使わせて通常で抑えておいて、跳ねて、オッケー、最速取れた、ナイスナイスだけど、圧持ってこれないんだよね。跳ねましょうか。速圧いきまして、オッケーオッケーなんだけど、圧がない。回避見れちゃおう。いや、なんか、ちょ、ごめんなさい。なんでもない。ちょ、まずい、コアブレイカー来ちゃった。俺、あんまりコンボもらってないの。ちょ、待って、これやばいぞ。タックルかぶせて、よし。え、どうしよう、これコアブレイカー、さすがにピッコロさんで受ければ大丈夫だと思うけどな。さあ特殊切って泥足2段階にして殴っていきましょうか。ちょ頑張ってくれ、
まあまあまあ打撃はまあ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 って感じ。本当にちょ頑張って。オッケー、必殺引けた。お、そっちが出てくる。いいよ、キックしていきまして、悪くない。跳ねて通常でしょ。オッケーオッケー、速射行ってみましょうか。オッケーオッケー、なんかミスってるぞ。お相手さん、いいぞいいぞいいぞ、ワンチャンある、ワンチャンある。いや出てくるんだ、まあいいわ。ちょ待って、これ必殺だったらまずく。あ、やばい、死ぬな。やばくねこれ、どうしよう。コアブレイカー、いやこれでもさすがにピッコロさんで受けた方がいいよな。ちょマジでやらかした。どうぞ、これ大丈夫。体力2枚乗せてるからさすがに大丈夫だと思うんですが、耐えてくれ、お願いします。ちょは、お最悪、痛すぎるんだけど。ただここでユニゲ発動する。オッケー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 、なんか入った、なんか入った。ピッコロさんで殴りましょうか。頑張ってよもうちょっと。おい、コアブレイカー強すぎるだろ。そっちが出てきたら踏ん張り貫通で落としていく。これで終わらせる。跳ねるか、速圧いこう。しょうがない、しょうがない、これは俺が相手だ。オッケーオッケー、ちょこれハッチャンで殴るあれないわ、余裕がない。泥足2段階でカバチェン向こうじゃなくて振り向こうもつけて殴っていきましょう。もう1枚引ける。オッケー、落とせ、落としてくれ。よし勝った。あぶねーちょっとハッチャンなんか、あ、まあ泥足2段階とカバチェン向こうは優秀ですけど、6突だからかな、あんまり火力は出てなかった気がする。まあいいや、次の試合行きましょう。さあ来ましたね、お相手さんは最強キャラ3人組パーティーですね。まあ、これは極振りが重いんで、ピッコロさんは抜きでいきましょうか。さあ、よろしくお願いします。離れましょう。やった!速回避を見て、オッケー、いいぞ!今マジで忘れてたけど、なんとかキャラチェン回避が間に合っていきまして、これ初手は泥足ないんで、あんまり繋がんないんですよね。切っちゃいましょうか、特殊。さあ、びっくり見えた、なんだこれ。速圧いこう、オッケー。さあ、泥足2段階、カバチェン向こうあります。いいぞ!強いぞ。いやさっき腎臓だったから硬かったんだよな、お相手さん。オッケーオッケーオッケー、ここで外しちゃいましょうか。外して射撃打って、オッケー。これさ、滝回ってなくない、ライジングいっちゃいましょう。これでおしまい、これでおしまい、よし、いいぞハッちゃん。さあさっき特殊切ったんで、これは絶対読まれない。さあベジットをしっかりとぶち飛ばしていきまして、キャラチェン回避して、ちょちょちょ回避見て通常しておいて、特殊切っちゃいましょう。特殊じゃないメインも切っていきまして、タックル見えたんでとりあえず必殺でいいかな。オッケーオッケー。さあバニ回復もできそう。射撃は操作していきまして、通常で押さつ、危ねえ、通常で押さえておいて、ハッチャンで特殊切っちゃいましょう。オッケー、これ打撃にアーマーあります。ハッチャン最強で、泥足も2段階なんですが、アーツ持ってこれないだと、ちょ怖い。オッケーオッケー、通常で押さえておいて、パンちゃんに1回キャラチェンしましょうか。さあ特殊でガンガン待機を回していきまして、回避音聞こえないか、これ回避見て必殺でいいかな。回避見て必殺押しておいて、お回避必殺、あよいしょナイス。メインも切っちゃいましょう。びっくり、これワンチャン飛ばしそう。パンちゃんのサポートもあるんでね、ワンチャンというか絶対飛ばすわこれは。オッケー、対戦ありがとうございました。いやこの試合ははっちゃんめちゃめちゃ活躍しましたね。さあ来ましたね、お相手さんは未来パーティーですね。さあこれははっちゃんの色がめちゃめちゃ刺さってるんで、やれそうですかね。頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。離れましょい、しょい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 、そっか決めていいよ。オッケー、さあ殴っていきましょう。まだカバチェン向こうと泥足2段階はつけれないんでちょっと心配なんですが、全然カバチェンしてこない。オッケー、いいよ。さあ特殊も切っちゃって、泥足2段階とカバチェン向こうつけたんですが、ソカツいってみるか。オッケー、なんか入った。さあ射撃打って、これはさすがにピッコロさんで殴りましょうか。まあ出てこないはず、ベジベルは。でメインも切っちゃって、どうしようかな、出てこない。オッケーオッケー、特殊から必殺でいいでしょう。ピッコロさんも普通に火力出るんでね、変身前から。いけ、めちゃめちゃ強い。オッケー、最速取れた。オッケーオッケーオッケー、これ勝てるぞ、これハッちゃんいけるぞ。
どうしようかな。いや、これキャラチェンメインでいいな。さあ、ベジブルの振り向こうがつかないうちに究極打っちゃいましょう。めっちゃ怖い。何これ、首絞めてたぞ今。あれ、なんか聞いてねえ。なんでワンチャン射撃とか打ってこないかな。それはライジングかぶせていきましょうか。まあ、さっきの究極はベジブルの回復があったからそんなに効いてないように見えたのかな。そういうことにしておきま。うわあ、あ、おー、怖い怖い怖い。特殊切らなくていいかな。跳ねましょうか。射撃撃っちゃおう。スカツボット、ボットですか。いつからボットになった。待って、これ絶対ボットだわ。いつからボットになった、それだけ教えてくれ。もうめちゃめちゃ人間だと思ってやってたんだけど。どうしようこれ。よくないか、もう。もういいよね、もう。俺取り直すの、もうやだよ、こっから。だいぶ終盤だもん、試合。まあいいや。もうこの試合も使っちゃいましょう、普通に。まあまあまあ、やっぱり有利属性に対しては、かなりいい火力が出せますね。対戦、ありがとうございました。